僕が駒田さんがね、うん、歌唱されるパートをノリノリで歌ってたんです、うん、歌いながらトイレに行ってたら、うん、後ろ側に駒田さんがいらっしゃってニヤニヤしながら何してんのユキ今俺のパート歌ってたその衝撃が大きくてちょっとそこの記憶が大きくてちょっと可愛いでしょ本当に一人でいるとき彼ってなんかすごく変なことしてるんですよ一人でなんか喋ってるかすごいなんかよくわからない動きをずっと自分のいるスペースでやってるんだけどトイレ行くときにずっと歌ってたからそのまま尾行してトイレに閉じ込めてやろうと思ってもうだからもう僕は完全にでっち上げの人うわーみたいなそう楽しそうに歌ってたもんねちゃんとねなんかいやーみたいなこと言ってたしねそうなんですよむちゃくちゃノリノリでちょっと声真似を自分の中の全力でしながらまあいい後輩でしょ、まあ